ゆっくりと今、向かってゲートの中へゲートインが終わってスタートしました11番スモールクイーンは後方から16番アンドローゼスも後方さあ2コーナーを目指していってまずは1番ピックはチェリーと4番ミルミル3番手は2番ビッグポケット迫って上がっていった6番西のインビクタさらには14番ゴールウェイガール4頭の先端に代わって第2コーナーから向こう上面4番ミルミルが前です 前から5 9番、ケイケイが続いてさらには15番、森のレッドスターそのうち3番、ビント・シュティレ一番、新後方に12番、競泳スピールさらには2番のビッグポケットバグンの中には10番、ジューンブライダーです最初の 600m は35秒ぐらいで行ってその後ろに4頭固まって7番、ヘブンズ・サウンド上がっていく16番、アンドローゼスさらには13番、トモジアシャトーが行って残り 800m。 馬群の中には8番、シャトー・ブレール最後方、に遠いて5番のリ,エリケア・ビオレと11番のスモール・クイーンの展開です3コーナーから4コーナー残り 600m 前は固まって4番、ミルミルわずかに先頭ですがほとんど並んで6番、西のインビクタそして14番、ゴールウェイ・ガール3頭広がって残り 400m4 コーナーを回りますさらには15番の森のレッドスター迫っていって広がって直線に向きます 前は4番ミルミルとかわして15番森のレッドスター早くも先頭で2馬身突き放していく馬群の内から2投目2番ピックアーチェリーさらには9番ケーも追い込んでくるが先頭15番森のレッドスター最内1番ピックアーチェリー外9番のケー3頭広がったしかし15番森のレッドスター振り切ってゴール2着は9番ケー3着は1番ピックアーチェリーの順です